ごめんアナスタシア、待たせちゃったかな。気にしないで、待ち合わせにはまだ早いし、私が早く来てしまっただけだから。ところでここで待ち合わせということはやっぱり。ええ、伝統芸能歌舞伎よ。それに今日は特別公演をするっていうから。それは楽しみだな。それじゃ行きましょうか。さあ、それでは白虎に導かれた幸運なお二人、舞台へどうぞ。ついてるわね。さあ行くわよキャプテン。え、本当に舞台に上がるのか。白虎様からのせっかくのご招待よ。楽しまないと損じゃない。それもそうだな。こうなったら楽しむとするか。それでは聖夜に輝く白虎の星に二人で願いを込めてください。願いか。終わりましたか。それではお二人で聖なる木に星を飾りつけてください。こうしてるとまるで結婚式のようね。結婚式？そんな風に見えるかな。落ち着いて、これはただの舞台よ。ところでキャプテンは星にどんなお願いをしたの？俺は そうだな、君のアナスタシアの幸せだよ。私の幸せ？どうして？君が帝劇を去ってしまえば今までのようにそばにいられないからね。せめて幸せであるように祈りたくなったんだよ。そう、ありがとうキャプテン。その気持ちとても嬉しいわ。この国の伝統芸能は素晴らしいわ。何度見ても飽きない。本当に幸せな時間だったわ。ありがとうキャプテン。楽しかったわね。二人で舞台に立つのも悪くないわ。舞台に上がった時の結婚式みたいって言葉には驚いたよ。ごめんなさい。結婚式ってちょっと憧れるのよね。そうなのか？ちょっと意外だな。新しく家族になる儀式よ。神聖で素敵だと思わない？なるほど。誰と結婚するんだ？とりあえず俺に紹介しろ。バカね、そんな相手いないわ。それに私にはそんな資格もないのよ。アナスタシア。なんでもないわ。さあ行きましょう。本当にありがとう。今日の思い出は私の宝物よ。明日はついにクリスマス公演ね。頑張りましょうキャプテン。